盛り上げようということで始まりましたチェケラゴルフ。今回は塩見プロ、お塩ちゃんと、サナパッチョのラウンドに密着しに来ました。はい、今回の舞台となりますトリゼ国際ゴルフクラブでは、2020年の7月に日本では初めてとなるアマチュアと男子プロが一緒に回る、参加できる、JGTO のツアートーナメントがそうです、はい、やることになってます。みたいですね。はい、名付けてゴルフスタートなプロアマトーナメントですね。はい、皆さん全然覚えてないじゃないですか。で、今回は、はい、JGTO 会長の青木功プロ改造監修のもと、はい、そうなんです。知ってた？知ってます。2015年にリニューアルしました、はい、東コースが舞台となります。はい、今回は2人東コースを回ります。はい、2018年、2019年と ABEMATV ツアー JGTO ノービルファイナル。はい、ノービルファイナルを、まあ2年間やって、まあ2回とも僕は出たんですけど。そうか。はい、じゃあ、はい、一応知り尽くしてるし。まあよくここでラウンドもさせてもらってるんで。そうか。サナパッチョも。はい。サナパッチョも回ったことあるんですね。記憶はない。結構昔に回ったことがあるっていうことなので、2人のラウンドにちょっとついていきたいと思います。はい。それでは。チェケラ。いい。今日のファッション。今日のファッションチェック。はい。まず。フットジョイのマイジョイズで頼める、まあ名前仕様に、まあ K は後期で、はい、K は後期ね。でまあ靴ひもも黄緑に変えて、緑好きだからね。はい、緑好きなんで。で今年からルコックで始まったまあ、リジウムっていう新しいブランドなんですけど、これもまあいろんなとこに黄緑が、はい、黄緑が入ってて、まあこういうとこだったりこういうとこだったりこういうとこだったり。だいぶスポーティー、そうなんです。スポーティーで、でまあ上がもうこんな感じ。出し方よね。すごい黄緑になってる。え、それさ、やっぱおしおちゃんは黄緑っていう感じで送らせてくる。僕はやっぱ黄緑多めで、ほとんど黄緑が入ってるやつを送られてきます。ピンクは少なかったですね。黄緑とピンクの2色展開っていうか、2色をベースにしたような感じで出してます。そんな色鮮やかな。ちょっと今までのルコックとは違うような、かっこいいね感じのウェアになってます。皆さんぜひお買い求めください。お願いします。今日のファッションはどういうところをやっぱり強調してるんですか？ウエストマークして足長効果です。マークしなくても長いよ。そうだね。長すぎ。体のラインを強調していくスタイル。そうですね。スタイルいいもんね。今日の調子が明るい。どうですか皆さん、満左。え、フェードだもんね。はい、持ち玉はね。バンカーです。いいね。お願いします。うん、オッケー、オッケー、ナイス。確かにさ、全く打ってなかったもんね。パターしかやってないから、ね、こんなに時間あったのに。打つの早いな。あないかも。あ、入れちゃえ。うん。ナイスパー。いいプレッシャー。すごい。うまいわ、ナイスバーディー。ナイスバーディーでした。ありがとうございます。ナイスナイス。では、さなちゃんもナイスパー。当たったやん。え、でも乗ってる。いや、でかいかも。あ、でも乗ったような感じだね、もう。でかくない。これも同じ方向だけど。ストップ。ストップ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 。あ、乗っ。ちょっと大きい。うん、乗ったようなもんだね、これも。ナイス。ストップしろ。あ、止まった、やっぱ落としどころとか決めるでしょ。落としどころは。あ、結構近いね。思ってたより近い、私が思ってたより。あんまり。ここでふわっとした球は打たない状況なんで。入った。え？ねえ。調子悪いんじゃないの？調子悪いんですよ。だから外してるんですよ。もうなくなっちゃったんだけど。少ないって今は。イメージ通りでしたね。ちょっと強かったかなと思いますけど。入ってよかった。なんか気合入んないよね。入れようとも思えないもんね。早く終わっちゃった。すごいね。いや、ナイスだよね。いや、でもナイスショット。ナイスショット。いや、サナパだってさ、いいんだけどさ、シュミ君がバーディー取るからっていうことだよね。ナイス。何番で打ったの？9です。負けました。負けました。負けならずだ。ね、惜しかったね。全部バーディー。惜しかった。うんうんうん。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。開幕したらですね、はい、皆様もぜひお塩ちゃん、はい、みんなをぜひ足を運んでみてください。ぜひよろしくお願いします。男子ツアーはやっぱりまだみんなに知られてない若手もたくさんいますんで、どんな人がいるのかなっていうふうに探すのもいいですし。僕を応援してくれるのもいいですし、とにかくやっぱり試合会場に足を運んでいただきたいなっていうふうに思ってます。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ行きましょうか。はい、この動画が良かったなと思ってくれた方、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。それではチェケラー。